終戦後、日本兵らおよそ60万人がソビエトによって強制労働させられたシベリア抑留。その中には HBC の記者の親族もいました。シベリア抑留では日本兵や民間人が極寒のシベリアなどで強制労働させられました。その中に私の祖母の兄、大王子もいました。昭和天皇の近衛兵でしたが、第二次世界大戦が始まると憲兵として満州に配属されました。お兄さんはどこ行ったの？その抑留兵として。シベリア。シベリア。シベリアで、何してたって、何してたの？シベリア行って捕虜になって、伐採作業とか、作業の仕事だったみたいよ。終戦後、満州で捕虜になり、シベリアへ連行されました。極寒の中での伐採作業、過酷な労働で満足な食事も与えられず、日本人同士で一枚のパンを奪い合ったそうです。故郷へ帰りたい。その一心から大王子は、あえて食事を取らず栄養失調になり、ソビエト側にもう使えないと判断させ、帰国できたようです。そのお兄さんから戦争の話って直接聞いたことあった？それがないんだよね。それなんでだろうね。どうせだろうね。それもう言いたくなかったというか、考えたくなかったというか、それがあったのかしらね。大王子の遺骨が納められている寺には、10年前国から届いた感謝状がありました。吉和おじさんなんて言ってた？これもらった時、認めてもらったって、こういうのこと言ってたよ。あ、本当、よかったねって。この3ヶ月後、どこの収容所にいたのかすら語らず、この世を去りました。収容所はどんな状況だったのか、シベリアで抑留された陣馬文雄さんに聞きました。それは石炭掘るのは辛いです。落盤してくるわけですよ、落ちてくるわけですよ。そうしたら、その落ちてきた石の下になったらですね、動きが取れないですね。見てる間に死んでいくですね。中には母さん母さんと言いながら死んでった者もいますね。大げさじゃないですよ。建部夏子さんは札幌の地域 FM でシベリア抑留を語り継ぐ番組を放送しています。亡くなった者の代わりに自分たちが後世に語り継いでいかないとならないなっていうふうに体験者の方が思い始めたみたいですね。抑留生活を語らなかった大王子はどこでどんな生活を送っていたのか、大王子を直接知る人を探すため協力してもらいました。尋ね人を皆さんにお聞きしたいと思います。中崎義和さんのことをご存知の方がいましたら、ご一報いただきたいと思います。抑留体験を風化させないために語る人、辛い経験に向き合えずにいる人、戦争の現実をどんな形で語り継いでいくか、私たちの世代に問いかけられています。